フォレスト・デイビッド・マシューズフォレスト・デイビッド・マシューズはアメリカ合衆国の政治家。ジェラルド・アール・フォード政権で保健教育副市長官を務めた。アラバマ州グローブヒルにおいて誕生した。マシューズは1953年にアラバマ大学に入学し、ギリシャ詩と古典ギリシャ語を学んだ。マシューズは1957年に学士号。 1959年に修士号を取得した。修士号を取得後、マシューズは1959年から1960年までアメリカ陸軍に所属した。1960年、マシューズはアラバマ大学へ戻り、男子学生部長補佐として就労した。1962年、マシューズはアラバマ大学での勤務を非常勤に切り替え、 コロンビア大学の博士課程に進んだ。マシューズはコロンビア大学で1965年にアメリカ教育士の博士号を取得した。1965年、マシューズはアラバマ大学で歴史学の教授となった。マシューズは男子学生部長の退任により、1965年から1966年まで男子学生部長代行を務めた。 マシューズは1966年に学長出場無補佐となり、1968年に常務副学長に承認した。そして1969年、マシューズはアラバマ大学学長として選任された。1975年、マシューズはジェラルド・アール・フォード大統領から保健教育副市長官に指名されたことにより、学長職及び、 教授職を一時退いた。マッシューズは保健教育副市長官を退任した1977年にアラバマ大学学長及び教授に復帰した。最終的にマッシューズは1980年までアラバマ大学で学長職及び教授職を務めた。マッシューズは学長として学生の関心事を教育カリキュラムの中に組み込ませる試みを行った。 マッシューズは学生が興味を持った業務を取り扱う企業と直接接触しインターンシップに協力してくれるよう依頼した。このインターンシップ計画により数百人単位の学生が実務経験を積んだ。またマッシューズは新たな研究家の設置、優等生を対象としたコンピュータ教育、臨時学期制度の導入などを行った。 これらはいずれも学生の学習機械工場を支援することを主眼とした。またマッシューズは州や地域が抱える問題について関心を持っていた。マッシューズは生活環境の改善や公共政策の進展のため大学は保有する知識を提供するべきであると考えた。マッシューズは社会が直面する重大案件に関する情報の収集を 大学の教員に支援させた。マッシューズは、南部地域教育委員会、南部経済政策委員会、アラバマ州石油ガス委員会、バーミングハム連邦準備委員会、アラバマ州人文科学協議会といった機関に人材の提供を行った。大学はその対価として、地域から多額の寄付を得られるようになった。1975年6月26日、 ジェラルド・フォード大統領はマッシューズを第11代保健教育副市長官として指名した。マッシューズは7月22日に上院の承認を受け8月8日に就任宣誓を行った。マッシューズはフォード政権で最年少の行政長官として着任した。マッシューズはフォード大統領の人気満了に伴い1977年1月20日に 保健教育副市長官を退任した。ありがとうございます。